ちゃん今何時？ハローですか？誰もいないよ。そう？どこまで話したっけ？紹介状もらってどうとか。あ、そう、言ったんだ。ところが世の中って広いようで狭いもんだね。その支配人ってのが君、知らないかな、鳴富って男。よく昔俺が飲みに連れてった。顔見たら知ってるかもしれないけど。ああ、知ってるよきっと。やーやーってわけでね、早速外交の方をやっていただきましょうってことになってね。そう、そりゃよかったわね。うん、まあ俺もこの辺で何とか格好つけないことには。お前さんにも迷惑かけっぱなしだし。私のことなんか、あって、それより奥さんや坊やはかわいそうだわ。いや、女房のことなんて別に、ただ子供だけはな。お互い様、子供のためには苦労するわね。そういえば春男どこ行っちまったのかしら。うん、幸子さん元気かい？まだも。うん、とても元気よ。うん、やり手だからな。よろしく言ってくれよ。近いうち伺いますからって。何売りつけるな、今度は。嫌だな、さっき話したろ。盗難予防のベル。日本置いてくよ。大丈夫？本当に盗難予防になるの？うん、絶対。太鼓判を押すよ。藤村さんの絶対と太鼓判は信用ができないからね。ちょっと閉めてよ。うん。もっときつく？結構よ。ああ、そろそろ退散するかな。よかったらお茶漬けで一杯食べていいかな。いや、そうもしてられないんだ。明日は仕事始めだから。しっかり頼みますよ。ああ。いつも慎重しようと思ってるんだ。いつも思ってるだけでね。じゃあ。お父様。何？忘れ物？すまないけど、いくらかない？いくら？300円でも200円でも、外交に回る足代だけありゃいいんだ。そんなお金向こうでくれないの？くれることはくれるんだけれどね、後で清算してからなんだ。これしかないわ。これで勘弁して。
悪いな、たびたび。じゃあ。おいしさ。またこれ。ね。しっかりしなくちゃダメよ。いくら昔世話になったことがあるからって、今じゃ別にどうってことはないでしょ。ねえ、それは。会社のない男って一番知らずがあるわね。うちの人もその国なんだけど。親方、今日も経理毎日ですからね。切り替えちまうの。今日こそ立ち目てやらなくちゃ。まあ。何見てるんだい。あの船、お台場の酒まで出るんだって。ああ、網打ちに行くんだね。行ったことあるかい、春も。ううん。そうか、近いうちにおじさん連れてってやろう。本当？ああ、本当だよ。ああ、行けねえ。大家にお小遣いやろうと思ったんだが。やればお釣りくれるよ。そうか、買えばお釣りくれるか。なるほどな。お前さんとも儲けることがあるのかね。ここだよ、この問題だよ。なんか今まで損ばっかりしてたくせに。損して得取れってな。おめえなんかには分からねえよ。あ、そうそう、おめえコートが欲しいとかなんとか言ってたな。あら、買ってくれる？お願いします。いってらっしゃい。お母ちゃん、これ。あら、どうしたの？それ買ってくれたんだよ、藤浦のおじちゃんが。おじちゃん？おじちゃん200円持ってたよ。バカね、人がいくらお金持ってたっていいの。食べたらいつまでも起きてないで早く寝るんですよ。うん、いい？いってらっしゃい。から来ないかって。あんたと二人？ロクちゃん連れてきてくれろって。もう彼さ、そうとまたユキコさんに叱られるわよ。うん、こちらはビール。はい。ダメよ、京ちゃん誘惑しちゃう。誘惑なんて人に気が悪いわ。
8つ？うまいもんだね。どうもありがとう。ありがとう。うまいもんだね。おじゃんねえ、買ってよこれ。なんだ、おせんべいかい。もういいよ。また明日来るのね。さあさあ、ね、ひとまりしてらっしゃい。手をかけた。手をかけた。なんだ。カルボーよ。考えてみりゃかわいそうなもんだな、あの子も。本当に。どこだって一人で取るし、関心だよ。遠やそこらで。おゆきさん、もっとちゃんとしたところに勤めりゃいいのにな。女学校だって出てるんだしよ。そうなんだよ。私もよく勧めるんだけどね。それはそうと、お前さん、自分のことはどうするのさ。なんで、福井根の話か、うん、バカ野郎。俺は近頃出来星の板前と一緒に働けるかってんだ。築地の大松の清吉ってやおめえ。わけえの。またっせえ。待てととどめなさですよ。もしもし、ベラミでございます。あ、どなたをお呼びするんですか。あ、そうですか。いいえ、ちょっとお待ちください。鎌倉方のお屋敷に奥出入りがわしの塩で。旦那様からよ。すみません。かこつくあれは。あ、僕だがね、今夜撮影徹底になったからね。うん、踏切急がされてるらしいんだよ。あ、で今夜帰れないからね。あ、じゃあ当然の方は急いで接待入ってください。彼氏かい。違うわ、弟からよ。弟？弟と一緒にいるのかい。そうよ、新聞社に勤めてるんだけど今夜仕事で帰れないんですって。うん、どこの新聞社。あそこよ、毎朝新聞。毎朝？毎朝の何部？僕は毎朝新聞のもの。本当？じゃあまずいじゃないの。いかが？おかえりなさい。ただいま。どう？忙しかった？7時頃ちょっと。今跳ねたんですの？そうよ。いやね、芝居って幕間が長いから。そうそう、静江さんに会ったわ。笠井さんと、ご同伴で済ましてたわ。しーちゃんいくつになったのかしら。五の虎よ、確か。じゃああんたより二つ上。悪いけどあんたより若く見えるわ。昔からあの人を若く見られるんですもの。物に屈託がないから。得な性分ね。あんたにぜひ遊びに来てくれって言ってたわ。そう、そろそろ看板にしましょうか。そうね。さあ、もうすぐ帰ろうか。今日はじゃお感謝していただいて。はい、またいらしてね。おいてまっすぐお帰りになるんですよ。はい、いいですか。本当にお金お持ちにならないんですか。だからさ、ね、こういう来る友達が今日来ないんだよ。だから今日は金がないから明日まで貸してくれって言ってんのに、君わからないの。だってそりゃ困りますわよ。おい、遅いぞ。キョウちゃんはダメ、おゆきさんがうるさくて。もっともそうじゃなくても今日は来られなかったけど。どうして。京子ちゃんの番のお客がお金持ってなかったのよ。さっきのあいつが無銭飲食。そんな時どうなるんだい。京子ちゃん出すのかい。
そりゃあ晩の責任ですわ。かわいそうだね。まあ、どこもぼんやりしてるからよ。しょうがない。今夜は夜通し騒ごうや。ちょっと待ってね。そこのうちですがね、もうそろそろ友達のやつ来る自分だって言いますから、中入って少し待ってましょうか。本当？嫌だな。ああ、しっかりしなきゃダメよ。これもあんたんでしょ？この本しっかり持って。あ、こっちじゃなくて、こっちこっち。何差し上げます？え？ああ、何か飲みますかね。だって何か飲まなきゃ悪いでしょ。いいわよ、少しぐらいなら私持ってるから。そうですか、ますますなんですね。じゃあ僕焼酎もらうかな。あなたは何するの？私？そうね、おビールもらうわ。はい、こちらおビールやってね、僕焼酎。松が見えますい、ほのぼのと。すいません、一本ください。ええ、すみません。ねえ、ねえ、え？来ないじゃないの。遅いね、もう来ますよ。大丈夫？心配しなさんなよ。世のことはいざ知らず、こと金銭に関しては不祥。サプライチューや。本当に、あれだな、今日はえらいご迷惑かけてすみません。僕、本当にすまんと思ってます。すまんですね、本当に。あら、どこ行くの？WC。あ、お姉さん。え？今の人、ここへよく来るの？いいえ。じゃああの人の友達ってここよく見える方って？知りませんわ。あの方見えたの今晩初めてなんですもん。どうしたんです？飲み逃げよ。あら、大丈夫、お金は私が払うから。寝てくれればよかったのに。どうでした？うまいこと逃げられちゃった。こっちも間抜けだったけどさ、あんまり借金あるから一人で飲んじゃった。どうしましょう、あの感情。心配しなくたっていいわよ。何だ、たかが3000円ばかり。いいわ、私の借金ということにしとくから。あ、でもそれじゃん。いいの、いいの、あんたはお姉さんの言う通りにしてればいいの。わかりましたね。はい。もう一時ね。そろそろ寝ましょうか。
ルを学校へ出してしまうと、またぐったりしちまうわ。大変ね。でもまあ、あの子なんか手のかからない方よ。そうよ。うちの弟なんかものすごいわ。朝起きると喧嘩。母さんなんかなんて叱ったって言うこと聞きゃしない。どう、お父さん少しはいいの？どっか療養所入れようと思って、ずいぶん前から頼んであるんですけど、満員でなかなか。とにかく長くかかる病気よ。うまいもの食べて体を楽にしてれば治るって言うんだから、あんたも苦労するわね。けど頑張らなくちゃダメよ。いいこと？ええ。でも私体だけは丈夫だから。病気しないだけじゃないわよ。すべてのことによ。どうした？いつかの話。あれ？お姉さんが噛んで含めるように言ってくだしたんですもん。母さんだってあれ以上は勧められませんわ。いくら相手がお金持ちだからって。見事なんか嫌だわ。そうよ。頑張っていい人探すのよ。ことにあんたなんか初めてなんだから。せっかい焼くようだけど、お店来る人なんかよほど気をつけなくちゃダメよ。私がそもそも失敗した最初っていうのがそうなのよ。父ちゃんの？そう。優しいし、とてもおいしいこと言うのよ。こっちはもう夢中。いずれは奥さんにしてもらえるつもりでさ、随分尽くしもしたわね。ところが波浪ができたと知ると、どう？途端に冷たくなってぽい。まあ男なんてけだものだと思ってれば間違いはないわね。男の人お姉さんにかかって散々ね。まあその点私たちの仲間で幸せなのは誰かな？敏子さんじゃない？そうね。正式に奥さんになれたんだし、子供はあるし、旦那さんは真面目で、あれでもう少しお金があればいいんだけどな。難しいもんね。難しいわ。宝くじで100万円当てるよりもっと難しいかもしれないわね。ちょっと当たって。はい。静江さんって人どこなんです？住まい。渋谷の近くらしいの。景気がいいって話だから少し借りてこようと思ってね。おはよう。どこへ？ちいちゃんとこよ。よろしくね。じゃあ、さよなら。そこや。お利口ね。さよなら。それまでに火災が新規に出せるんだけど、それまで一時ね。でもまあしばらくでした。介護を沙汰しまして。いいえ、こちらこそ。まあまともね、一度伺う伺うって言いながら、つい貧乏暇なしでさ。あんた指お芝居見に行ってたんですか？火災のお供でね。火災さんこの頃ずっとこちら？ええ、大阪が半月、あとの半月がこっちよ。あなた、11時に滝口さんにお会いする約束じゃなかったの？分かってるがな。おいでやす。しばらく。いつもお元気で。飽きまへん、この年を取っちゃ。どこぞに年寄りでもええちゅうべっぴさんいまへんやろか。笠井さんたら相変わらず面白いことばかりおっしゃるのね。そう、まだすがな。藤村君、どないしてます？何言ってんのよ。もうゆきちゃんとうに何でもないわよ、藤村さんとは。そりゃ言っとるわな。けど今でもちょくちょくあんたのところへ現れるっちゅう噂やないですか。あの男も哀れなもんや。一時はえらい景気やったかな。そうね、
私がお店へ入りたての昭和17、18年頃、藤村さんったら毎晩来てチップ100円も置いていくのよ。その当時の100円ったら大変なもんよ。それがどうやね、終戦後往来で会うてびっくりしたがな、まるで軍兵みたいな格好で頭の切り替えがきかんのやから困ったもんだ。あの人悪いことできませんもの。それやからあかんねん。少しは悪いやっちゃ言われるぐらいやないと。おお、はい、いかにゃ、滝口のやつ待っとるやろ。ほんとよ、だからさっきからやいやいやいや言ってる。おゆきさん、ごゆっくり。いってらっしゃい。ちょっとごめんなさい。ねえ、みっともないわ、ネクタイちゃんとしなけりゃ。おやすみなさいや。この間、菅野君に頼まれた話な。おゆきさんに。でやろ。そうね。とにかく、聞いてみ。ええ。いってらっしゃい。ごめんなさい。コーヒーでも入れるわ。いいのよ。構わないでちょうだいよ。笠井さんとうまくいってるらしいわね。まあ、今のところはね。結構だわ。あんまり稽古ではないけど。まあ、こうしていれば気楽ですもの。じゃあ、笠井さんのことを好きってわけじゃないのね。当たり前よ。世話をしてくれるから、世話になってるまで。売り物に買い物よ。向こうでもそう思ってるわ。そうかしら。あ、そうよ。しかし、あんた偉いわ。本当に感心するわよ。嫌に空気入れるわね。気持ちが悪いわ。本当に偉いわ。戦争が始まるとすぐ疎開をする。だから怖い思いを一つもしないで済んだ。帰ってくればこんないいお家は待ってる。やることがすべて先へ先へと見通しをつけてやってるみたいね。褒められてんだかけなされてんだか分かりゃしないわ。けどね、私自分のやってること間違ってないと思うの。いくら偉そうに言ったって女は女よ。そりゃ結婚して定粛な奥様で一生送るつもりならですよ。だけどそれが嫌ならお金よ。まずお金の心配のないようにしといて、それからよ。それからって？つまり好きな人と恋愛しようが何しようがね、それにはまずお金よ。ねえ、いい人がいるんだけど世話になってみる気ない？うん、からかっちゃ嫌よ。いいえ、本当よ。葛西の取引先でね、ベラミーへも2、3回行ったことがあるって言ってたわ。その人ほら、鼻のとこに大きなほくろがある。ああ、わかったわ。菅野さんって言ったかしら。そう、その菅野さんよ。とっても景気がいいんですって。そりゃお金を作る人だから、ケチはケチだけど。そこをなんとか手を使って絞るのよ。どう？まあ考えとくわね。まだ藤村さんに義理を立ててるのね。あら、そういうわけじゃないけどさ。私が藤村と手を切ったのは、あの人が落ち目になったからじゃないのよ。春夫のこと、それからあの人の奥さんや子供さんのこと、いろいろ考えた末のことなのよ。じゃあなぜ寄せつけてんの？ほら、だってそりゃ仕方がないじゃないのさ。ほら、あんただって知ってるでしょ、春夫を産んだと。私が病院で死にそうになってた時のこと。あの時あの人に助けてもらった恩だけはどうしても忘れることができないのよ。やっぱり義理を立ててるんじゃないの。でも偉いわ。本当に偉いと思うわよ。いやさ、真似しないでよ、呆れてるくせに。あら、雨が降ってきたかしら。必ずの雨、ゆっくりしてってね。
困るわね、気がちっちゃ。すみません。もう一回。困りでしょうね。行った先が分かれば私傘をお届けしたいが。なんですね。さあもう一回。ガスのメートル調べます。ちゃんとこで傘借りてきたわ。帰ろうと思ってもなかなか返さないのよ。ちぃちゃん元気？あ、そうそう、さっきマモさんから電話あったわ。私に？10時に東海に来てくれって。あら、じゃあここへは来ないつもりなのか。何か大事な話らしいわ。あら、何かしら。知らないの、のんきね。ここ売りに出すんですって。本当？誰が嘘を言うのですか。やっていけないのかしら。ママも辛いでしょ。貸さなきゃ来てくれないし、貸せば取れないし。大体ママのやり方が古いのよ。ロムラだとかクレオパトラだとか、ああいうお店見てごらんなさい。ああでなくちゃ今の若いお客ついてこないの。明美ちゃんなんかいいわよ。若いし一人だし。もしこのお店がダメなら他へっていくらでも働けるもの。困るのは私はゆき子さんよねえ。何しろ年が年ですもの。誰もいないわ。帰りましょう。遅くなりました。お姉さんに会いたいって人表に来てますわ。誰かしら。わざわざ。いいえ。何してるあんた。そうね、ママと同じものでいいわ。焼きそばでいいの。ええ。じゃあ焼きそば2つね。そう、今夜暇だったんでしょ。ええ、母さんの組と5組だったかしら。あ、そう、一人初めての人が来たわ。その人ちょっとこれ、うちの下へお稽古に来る人でね。みんな悪いのよ。むやみにおだてたもんだからすっかりご機嫌になってね。流しの三味線を呼んじゃって。歌ったの。歌ったどころじゃないのよ。まず越後寺から、松の緑、鶴亀、勧進帳。最後に酔っ払って伸びちまったけど、それを聞かされてる間の辛さった。わかるわ。え？おとなしく待ってるのよ。いいわね。お母ちゃんすぐ帰るからね。お願いします。いいわね、客引っ張りに行くのよ。ひと事じゃないわ。お店売るって噂本当なの。そのことなのよ。ここへ来てもらったの。ねえ、誰かいないかしら。20万円ほど都合してくれる人。さあ、50万円いるうちどうしても20万円だけ都合できないのよ。ねえ、相談相手になってよ。困ったわね。頭が痛いわ。ねえ、からかしてよ。足りないの20万円。ええ。
もしもし、藩の合名会社さんですか。社長さんいらっしゃいますかしら。先ほどお電話いたしました。もうお出かけになりましたんです。何分ぐらい前に。結構ですわ。あ、どうもお待ちだ。あまりおいでがないので今お電話していたとこなんです。どうもすまんすまん。何しろ社長自ら先頭に立って働くと働かんとでは社員の能率がぐっと違うのでな。お忙しいところを突然お呼び立てしました。いやいや、笠井君に頼んでおいたのに一向に返事がないんで、実は中は諦めとったところでな。ところでどこで話をするかな。どっか静かでいいとこと。あんたとここの近所じゃなかったかな。でも、子供が。子供がいたんだったね。それじゃあ、待合旅館だ。いや、どうもああいうところは金ばっかりかかってつまらんし。どこかこの辺の喫茶店で結構なんですけど、どうせ私のお願いしたいってことは簡単なんですから。簡単と言ったって、まさか喫茶店やなんかで。いいところがあったよ。簡単で金がかからない。いいところがあったよ。近いから、歩いていこう。いらっしゃい。ちょっと倉庫を使うから、用事があったら呼ぶからそれまで混んでよろしい。じゃお茶割り、お茶。さあ、逃げんでもいいじゃないか。君の面倒を見るよ。5000円。これは、手付けだよ。ないりません。そう、世話はやかすもんじゃないよ。ないりませんたら。天から通報。人間皆このために苦労してるんじゃ。泣いたり笑ったり。あんたが借りたいと言うとった20万円だってそうじゃないか。できんけりゃ店が潰れるとさっき自分の口から言うとったばかりじゃないか。わしはね、ケチだケチだと言われてるけど、面倒見ると言ったら必ず見る。すまんかいな。見損なわないでしょ。私そんな女じゃありません。入りますから、ここ開けてください。まあ、ええじゃないか。まあ、せっかくここに来たんや。分かっとるじゃん。そんなことなさると、あなたの人格に関わりますわよ。人格？そんな野暮なこと言うもんじゃないじゃん。嫌でしたら。お金もないの？お金も困ってるよ。いいのよ、ハローちゃん。おじちゃんはね、だらしがないから毎日お金落としてくるの。僕みたいにガマ口に紐つけときゃいいのに。じゃあ。ゆきこさん、白井さんお待ちかねよ。いらっしゃい。私、昨晩は大衆隊を演じまして、お詫びに来ました。あら、そんなこと構いませんわ。
いや、もう結構。ねえ、ゆうべの続きやってくださいよ。越後獅子。やってもいいけど、よろしいでしょうかしら、ゆきこさん。どうぞお願いしますわ。そうですか。君たち弾ける越後獅子。え、あの長唄の。いやいや、いかんに弾かれと、こっちの調子が狂うから。いえ、やりますよ。なあ。なんだろうのところよ、段差上がり。なんだじゃ、うちじゃえ。ボタンはボタンねど、越後の獅子は。この姿を花と見せ、庭に咲いたり咲かせたり。ワンスモア。どうもいいか。長唄は三味線でないと調子が出ませんね。そうですわね。ワンスモア。ウィミアン。来てないわ、この子が。どうしちゃったんだろうな。でも、本人はまだ分からないわね、早いから。来たら何て言ったか。俺が探してた。それだけ取ってくれ。花を花と見て、庭に咲いたり咲かせたり、そこなおけ。おかしいな、これ。出しやがって。ムカミさんは腐るぜ。何あれ、お弓のこれかい。うん、まあね、ポイントの鉄ってね、しょうがない風船。気をつけないと、とんだ目に遭うわよ。ずるいわ、途中でやめるなんて。ねえ、続きやってよ。とんでも8分、私やめますよ。せっかくいい気持ちで歌ってたのに、あんなひどく入ってきたのでは。ねえ君、何か新しいのやってちょうだい。あ、じゃあ、思い出の小道か。正直で真面目で元気なら何になったっていいって言うんだよ。うん、正直で真面目で元気ならか。どんな仕事だって卑しくないんだって、うん、そりゃそうだと。でも僕科学者になりたいんだ。科学者？うん、ノーベル賞もらうんだよ。ノーベル賞か。そいつはいいな。おいちゃんなんかノーメル賞ももらえなかったよ。ノーメル賞って何？お酒をノーメル賞さ。なんだ。藤村詩集。これ藤村のおじさんのかい？ううん、母ちゃんのだよ。そうかい。藤村のおじさんがね、島でやるとは気がつかなかったよ。ちょっと借りていくよ。おはようございます。あ、おはようございます。朝からご精が出ますこと。あのね、このベルね、うまくできてますよ。おゆきさんにもらったんですよね。これ泥棒がね、開けようとすると開からない。ほら、持ち上げるとね。うまくできてるわね。うまくできてるでしょ。私も一つ買おうかな。おゆきさんに席取ってきましょう。じゃあお願いします。おゆきさんいるの？いますよ。じゃあどうぞ。
こんにちは。あら、いらっしゃい。先日はどうも。いいえ。あれからすぐ母さんに帰ってきたのよ。そう？あの時のカンナの親父のとこ行ったんでしょ。あら、ごめんなさい、あんたに無断で。そんなことは構わないけどさ、昨夜親父ってカンカンだったわよ。倉庫ですって聞いて笑っちゃった。えげつないやつよ。そんなもんよ。だけどあんたも心臓ね、あいつから20万円借りようなんてママに頼まれたもんでね、つい。でももうやめたわ。これから人に頼まれても安請けはしない。止めることはないわよ。ここがあんたの心証だもん。ダメダメ、戸建てだって何か下心があるんじゃない。そう、そのものズバリ嫌だ。私乗らないから。あら、そんなこと言わないでよ。あんたになくちゃ頼めないことなんだからさ。ねえ、魚心あれば水心、少しぐらいのお金なら何とかするからさ。何なのよ、出てくんのよ、心の恋人が。ねえ、私の心の恋人が東京に出てくるんだってば。何よ、心の恋人って。心の恋人って心の恋人じゃない。会って手を握るぐらいがせいぜい。あとはお話をしたりカルタを取ったり。あんたが死にそうな顔しないでよ。私だってたまにはそんな恋がしてみたくなるの。もっとも向こうじゃそれほど感じてないかもしれないけど。誰よ、その相手は。石川京介って、私が疎開してた村の大地主の次男坊。ふん、その人まだ独身なのよ。特攻所に勤めてんだけど、おとなしくて子供っぽいの。だから私坊や坊やって呼んでたのよ。疎開してた頃からだと随分前からじゃないの。笠井さん知ってるの？知らないわよ。笠井ったら私が疎開地に2、3遍。二遍だわ。二遍来たっきり。あとはお金だけ送ってすまわせんの。ならいいじゃないの、出てきたって別に。それがそうじゃないのよ。笠井ってあれで大変なやきもち焼きなのよ。ねえ、だからあんたにお願いするんじゃないの。あさって笠井が大阪帰るでしょ。それまで。え？坊や、東京見物させてよ。私が？うん、嫌だわ、そんなやつ。そんな冷たいこと言わないでよ。今日と明日、2日間だけ。ね？大変だわ。10時に坊や、上野駅着くんだわ。私、これから迎えに行かなくちゃ。頼んだわよ。飛び木町の蔦屋、知ってるでしょ？あそこで待ってて。坊や、11時までに連れて行くから。しょうがないのね。悪縁だと諦めてちょうだい。それからね、私たちのことは全て内緒よ。私のことは戦争未亡人って触れ込んであるんだし、坊やもそう信じてるんだからね。ひどいもんね。じゃあ頼むわよ。遅くなりまして、ご紹介しますわ。今お話ししたでしょ、私のお友達の辻由紀子さん。私同様、ご主人をお亡くしになって今はピアノを教えてらっしゃいますね。はじめまして。僕、石川京介です。ねえ坊や、ごめん遊ばせ。いや、坊やで結構です。いや坊や、あなたが東京いらしたら私がご案内するってあれほどお約束しておりましたのに。ごめん遊ばせ。いや、私ね、今日明日はどうしても婦人民主クラブのようで抜けられませんの。ですから由紀子さんにお願いして。どうぞよろしくお願いします。はあ、それに由紀子さんは女子大を出ていらっしゃるから坊やの話し相手にはもってこいですわ。じゃあ大変勝手なんですけど、私これで失礼させていただきますわ。あ、ゆきこさん、どうぞお願いします。ちょっと、一人でたらみに言うわね。大丈夫よ、坊や大抵のこと気にしないから。だけどね、あくまでも上品に振る舞ってね。坊や加藤なの大体だから。
いやね、本当に二日だけよ。ボロいてます。私の坊やですもん。じゃ、頼んだわよ。けど、変な気起こしたら承知ないわよ。バカね。お食事は？は、あの、聞いてご返事するわ。この辺三十軒堀と申しまして、埋め立てない前は夜など両側のバーや喫茶店の火が水に映ってとてもきれいでございましたわ。そうですか。あ、この橋の名残ですね。は。何です、あの建物は。今度できましたお風呂屋さんです。お風呂屋。は。ここが銀座通りでございます。京橋から新橋まで8丁。ついこの間までは両側に露店が出ておりましたんですけど。賑やかですな。夜の銀座はきれいでございますよ。随分酒場ありますね。お酒お好きですか。いや、少しも飲めません。ベラミー、ベラミーって聞いたことがあるな。あ、そうだ、ベラミーっておっぱさんの小説にありましたね。おっぱさん、お好きですか。大好きでございます。そうですか。こんばんは。音楽家らしいですね。お知り合いですか。あの、こんなところ詰まりませんから参りましょう。一体な、君、そう乱暴せんでも僕は逃げやしませんよ。どうもすいません。別にそう大して悪いんやってやったんじゃないんでございまして、あの、酔いましたんでほんの出来心でやったんです。勘弁していただきます。いいのよ、いいんですのよ。早速にお詫びに伺うつもりでこうして用意して持って歩いてるんですけど、今となりましては恥ずかしいもんですから。どう、これだけでいいんですか。え、他に何か取られたもんないですか。いいえ。取られた、僕は別に泥棒じゃありませんよ。本当にそうですよね。さっきから聞いてればさも僕が泥棒したようにおっしゃいますがね、あの、僕はただあのこの店でもって。分かってますわよ、分かってるわよ。はあ、行きましょうね。いや、あの、ちょっと君陣、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってます、君、待ってます、君、ちょっと、ちょっと、僕もね、泥棒とまで言われたからにはね、ここにいる大勢の人の誤解を解かなくちゃなりませんからね。ちょっと待ってくださいよ、諸君、このご婦人はね。わかりました。いや、僕わかりません。銀座あらぬその、あの人ね、少し変なんですからね。待ってます、君、待ってます、待て。ああ、いい気持ちだ。
どうです。あなたも一風呂浴びたら。私はお疲れになったんでしょ。電車だの自動車だの人を避けるだけでも大変ですよ。だけどどうして銀座通りって大勢人が集まってくんでしょうかね。不思議な気がしますよ。本当に中には用もない人もいるんでしょうね。はあ、おりますとも。一日に一度銀座を歩かないと眠れないって人もあります。そうですかね。僕なんかどうしても銀座で暮らさなければならないことになったらたちまち神経衰弱になってしまいますよ。あなたなんか平気ですか。は、ええ、私などもダメですわ。どうぞ。ありがとう。いかがですか、この宿屋。銀座からすぐなんですの。いいですね、静かだし。静江さんが先生になってくださったんですのよ。愉快でしょ、静江さんって。愉快すぎるくらいですよ。未亡人だっていうのにちっとも暗い感がないですね。ただ、僕なんかにはどうしてまだあの人がつかめませんな。なんか隠してるような気がして。あなたなんかどう思います、親友として。でも、静江さんってそんな嘘や隠し事のできる人じゃありませんわ。そういえば、相当鉄板心とかありますね。すみません。いかがですか。私ダメなんですの。そうですか。星が綺麗ですこと。星、よく知ってますか。いいえ、知るのは北斗七星ぐらいですわ。教えてくださいな。いや、ああ、北斗七星がよく見えますよ。あら、どこですの。ほら、あそこ。ああ、わかりましたわ。我は北斗の星にしてという詩がありましたね。はあ、あったような気がしますわ。何でしたかしら、その次。我は北斗の星にして千歳揺るがぬものなるを。心の甘すぎ。明日は東、上は西。詩、好きですか。ええ、昔は随分読みましたけど、ここ10年ばかりというものは忙しさに追われ通しで、もうダメですわ。そんなことありませんよ。忙しければ忙しいほど詩が必要になってくるんじゃありませんか。僕はそう思うな。ええ、あ、ごめんなさい。こんなことあなたに言うのおかしいですね。肌揚げ染めし苗髪のリンゴのもとに見えしとき、前に差したる花串の花あるあの森にロバートがいるんじゃ。そなたも時期の車であの森で。さあもう寝たらどう。明日学校早いんでしょ。必要じゃないか、明日。ああ、そうね。僕、お母ちゃんに動物園連れてってもらうんだ。いいわね。私もついていこうかな。いいよ、来ても。あ、お母さんが帰ってきた。ただいま。おかえりなさい。春を寝たの。寝たよ。ダメよ、早く寝なくちゃ。お母ちゃん、明日動物園行くんだろ。ええ。すげえな。おやすみなさい。おやすみなさい。お店で何とか言ってた。どうしたんですの、今日。お姉さんが休むなんて珍しいってみんな言ってたわ。静江さんに頼まれて田舎から来た人を案内してあげてたの。あ、ママがね、お姉さんによろしく言ってくださいって。いろいろご心配かけましたけど、お金の方どうやら都合ついたらしいのよ。そう、そりゃよかったわね。この分なら潰れないでも済むって。敏子さんなんか大安心。でもね、京子ちゃん、受給なんて商売そういつまでもやるもんじゃないわよ。
まさか40過ぎてまでも女中じゃいられないじゃないの。まあいい人早く見つけて結婚すること、そして立派な奥さんになることよ。だってそのいい人っていうのはなかなか見つからないんじゃない。こないだうちからお姉さんの話聞いてると、地先でうまいこと言う人も危ないし、と言って生活能力のない人も困るし、奥さんのないあっさりした、そんな理想通りの男の人っているかしら。いるわよ、確かにいるわよ。いないなんて諦めるのは早いわ。どんなとこ探せばいるのかしら。そりゃ自分で探さなくちゃダメよ。でも案外なところにいるものよ。じゃあお姉さん、もしそんな素晴らしい人見つけ出したらどうする。結婚する。言うまでもないじゃない。大当たりで行くわよ、何もかも捧げて。何もかも。でもそんなことしてうまくいかなかったらそれこそ大変じゃない。大丈夫よ、そのぐらいの決心がなくちゃ本当の幸福はつかめないわよ。怖いみたい。今夜のお姉さんとっても張り切ってって。そう見える。京子ちゃん、あんたアンドロメダって知ってる。知らないわ。じゃあカシオペアは。何それ、どこのバー。星の名よ。あら、そう。私北斗星ぐらいしか知らないわ。それ知ってればいいわよ。我は北斗の星にして千歳揺るがぬものなるを。何それ。星、そう、千年も揺るがない北斗星みたいな男。いいよ、思い出し笑いなんか。君が悪いの。寝ましょうか。今日歩いたんで疲れたわ。まだ泣いてるの。もういい加減におかまになさいよ。だってお母ちゃん嘘ついたんだもん。どうせそれで言えるし。そんなこと言ったってお母ちゃんだってご用があるんだもん。もう泣くのやめて。これあげるから遊んでらっしゃ。だいぶお気に召したようですわね。いいものがありますね、さすがに。外苑の金屋館ってこの辺から遠いですか。ええ、ちょっとありますわ。いらっしゃるんです。行けたら行きたいですね。三鷹ってどの辺です。三鷹、はい、何ですの。天文台見学したいと思って。見たいものはいろいろあるんですが、何しろ明日の朝帰んなきゃならないって。あら、ずいぶん早いですこと。静さんの話だともっとごゆっくりのように伺っていましたけど、そのつもりいたんですがね、今朝電報が来たんですよ。すぐに帰れって。よっちゃん、ご飯よ。お飯食ってくる。連れが多いですね。動物園でも行くんですかね。はあ、そうでございましょう。動物園か、子供は喜ぶでしょうな。あなたお子さんは。は、ええ、あの一人おりますわ、男の子が。おお、じゃあ動物園なんかよく行くんでしょう。はあ、あ、今度はどこへ参りましょうか。そうですね、ないんだね。うん。さあ、一休みしたら出かけましょう。どこですか。新橋演舞場ですわ。静江さんが切符を取っておいてくれたんですのよ。そうですか。気のない返事なさるのね。
もうそろそろお家お帰りになりたいんでしょ。実はそうなんですよ。せっかく案内してくださってるあなたには申し訳ないですけどね。僕には苦手ですよ、東京ってとこ。おやおや、じゃあ銀座はなおさらですのね。刺激が強すぎるというのか、いたずらにけたたらしく装って化け物みたいな気がしますよ。でも皆が皆好き好んでそうしてるわけじゃないと思いますわ。石川さん、ゆうべ教えてくださったじゃありませんか。目に見える星の数は約6000。そう、6000ぐらいしかないが、望遠鏡で見ると10億もの星があって、その中でも光の弱い星ほど数が多いそうじゃありませんの。そうです。銀座だって目に見える銀座という星の裏に、目に見えないちっぽけな星がいっぱい隠されているんですわ。それを取り上げてくださらなくちゃ。そうかもしれませんな。お話が理屈っぽくなくなって。いや、石川さん、子供を嫌い？子供？大好きですよ。子供さえあれば女房なんかいらないくらいですよ。まあ、でも、どうして奥様をもらえならないんです？そうってことありませんよ。機会がなかったもんです。あら、機会はご自分でお作りにならなくちゃ。でも、石川さんは初婚だし。そうね。前に結婚の経験のある方じゃ、無論ダメでしょうしね。初めてとかはどうとか、そんなこと問題にしなくてもいいんじゃないかしら。好きならどっちだって。少なくとも僕はそう思うな。本当？本当にそう思いになってる？ごめんください。藤さんって方。は、私ですが。何ですか、お宅の方が。は？あの今日は。なんですね、そんなとこに立ったままで。ちゃんが見えないの。あら、今朝出てったけど、お昼にも帰ってこないの。近所ずいぶん探してみたんですけどね。そう、世話やかすわね。いいわ、じゃあ私すぐ家に帰るから。じゃあ、あんたね、あの人と縁結で行ってくれない？切符があるから。でも、大丈夫よ、いい人だから。でも鈴江さんや私たちのこと一切ないそうよ。聞かれても知りません、存じませんで通すのよ。いいわね。何かあったんですか？いえ、別に。あ、私の妹の京都ですの。あちら石川さん。私、ちょっと用ができましたので、お家へ行ってまいりますが、演舞場は妹と一緒に行ってやってくださいませ。ああ。じゃあね。私、ちょっと失礼いたします。お願いしてよ。出かけましょうか。そこらに見当たらねえんだよ。どこ行っちゃったのよね。わっちゃったな。お、帰ってきた。どうもすみません。弱ったよ。まだ見つからねえんだ。デパートにゾウ様見に行ったんじゃないかしら。そいつはゾウだかわからねえや。バカだね。シャレとこじゃないよ。とにかく私行ってみます。荷物置いてったら。すみません。近所を探しておくからね。
ったの？誰か探してんの？春男が今朝出たっきり帰ってこないのよ。見かけなかった？いいえ。お前探してあげたらどう？うん、すみませんね。島の方に心当たりない？おい、この先の川に子供が落っこったそうだ。え？どこです？とにかく行ってみよう。どうだった？助かったけどよ、そのことで。どうしよう、警察に届けた方がいいか。そうだね、その方がいいかもしれないわね。じゃあ俺一足に行ってくら。私行ってくる。いやいやいや、俺行ってくら。すみません、少し休んだらね。お母ちゃん、ほらこんなに取れた。バカ、どこに行ってたかと思ったのに。この子はどっかで怪我でもしたんじゃないかしら。ひょっとすると人さらいにでもさらわれちゃったんじゃないかしらんと。お母ちゃん心配で心配で、本当にお前みたいな親子もなりゃしない。波船に乗せてもらったんだよ。行くなら行くで、なぜ一言断って行かないの。本当にお前という子はバカバカバカ。本当によかったわね。すまなかったわね。まだまだギリシャ神話には星座に関する面白い話がいっぱいありますよ。勇士ペルセウスが王妃カシオペアの娘アンドロメダをお化けクジラから救い出したなんて話は実に面白いんだけど、知ってます？存じませんわ。これは知ってるでしょ、北斗星。知ってますわ。とうとう出ましたね。あ、何がですか？今までは何を聞いても知りません、存じません。存じませんわ。無理せんでもいいですよ。しかし、星は綺麗だな。ことに僕の国なんかで見ると。一度来ませんか、僕の国へ。連れてってくださいな。本当ですか？でも、ご迷惑でしょ。どうして？田舎はうるさいそうです。それに、あなた、これからお嫁さんをもらいになろうっていうところです。そんなこと平気ですよ。迷惑なのは僕よりむしろあなたのじゃないかな。そんなこと。あれでしょ、北斗星。どれ？そう、あれ。どうぞ。京子ちゃん、市川へ帰ったんだと思いますわ。そう。じゃあおやすみ。おやすみなさい。
早いどころか手遅れよ。どうかしたの？坊やいないわよ、今頃来たって。まあ今朝一番で立ったんだって。あら、もっとびっくりすることがあるのよ。歩きながら話すわ。もっとびっくりすることって何よ。坊やをね、若い女の子が上野まで送ってったんだって。女中のやつ何も言わないけど、どうもその女の子夕べから泊まり込みらしいんだ。まさか。びっくりしたでしょ。私も坊やだけはそんな男じゃないと思ってたわ。やっぱり男の子ね。そうとしたらコロの恋人なんかにしとくんじゃなかったけどね。誰かしらその相手の女って。あんた見当つかない？わからないわね。わかんないもんね、男って。ああ、これをもちましては心の恋人全巻の終わり。どう、あんた家寄って残念会していかない？母さん昨夜大阪へ帰っちゃったから。また今度にするわ。私昨夜よく眠れなかったもんで頭痛いのよ。もう？じゃあまた連絡取るわ。ごめんなさい。じゃあ。いらしたの？石川さん急にお立ちになることになって、私お知らせすればよかったんですけど。京子ちゃん、あんた昨夜どうしたの？私お姉さんとこ泊めてもらおうと思ったんですけど、あんまり遅いから。あんまり遅いからどうしたの？あんまり遅いからどうしたの？石川さんも泊まっていけっておっしゃったし。私あんたを見損なっていたわ。あんたが由美さんや明美さんたちとちっとも違わないなんて。そんな人だとは思わなかったわ。でも泊めていただいただけで何もありゃしません。そんなこと信じられると思ってんの？石川さんってそんな方じゃありません。私初めのうちはお姉さんに言われた通り、何を聞かれても知りません、存じませんととぼけていたんです。でもあんな言い方騙してるのが辛くなって何もかも喋ってしまったんです。そう、ごめんなさいお姉さん。あら、何も私に謝ることないわ。ねえ京子ちゃん、あんた石川さん好きになったんじゃないの？いい人ですものね、あの人。あの方近いうちに私を迎えに来てくれるって言うんです。そんな約束したの？そう。でも正直なところ、驚いたわ。初めて会って途端に好きになって結婚の約束するなんて。でも私
いつもお姉さんに言われてるように真面目に考えてなんです。いいのよ、私だって京子ちゃんが真面目な結婚さえしてくれれば嬉しいんだもの。何さ、涙なんか出してバカね。今頃汽車どの辺走ってんでしょうね。になるとは知らなかった。こうだ。初めは何のことかわけが分からずにヘドモドしていたら、何のこった東村支柱の東村も藤村って呼んだってわけだ。なんかよ。別にお金ならダメよ。いや、そうたびたびは頼めないよ。商売の方うまくいってるの？まあしっかり頼みますよ。心を入れ直してしっかり働くわ。結局今となれば波動だけが私の頼みです。そうだね。うちの子も来年は中学へ帰るんだって頑張っているよ。じゃあさよなら。さよなら。またな。あら、お母ちゃん行くの？出かけますからね。いい子だったら今度の日曜日に動物園連れて行ってあげる。本当？じゃあ現場。はい。じゃあお利口にしてるのよ。